こんにちは。今日は、相山武夫代表取締役社長兼会長をご紹介させていただきます。1966年、総武総合開発株式会社を設立しました。ゴルフ場の設計兼監修に携わりました。日本全国に30コース近く設計しゴルフ場を経営しました。代表的なのは横浜カントリークラブ。 それから横浜国際ゴルフクラブを設立ゴルフ界に多大な影響を与えた実業家になります海外にもゴルフ場を作りましたゴルフ場設計の天才的な方でした1946年に潤滑油のメーカー日光産業の会社も設立しましたその会社が多摩川の6号河川敷にあったので そこからその跡地にゴルフ場を作り始めたのが始まりです。2000年まで活躍をしました。今日はゴルフ場を30個近く作った青山武雄先生のご紹介をさせていただきました。